通りやってなさそうに見えてしっかり仕上げてきております。さあ久保のダークフェニックス対策はどうなっているのか。まあバイバイがありますからね、その状況にいかに持っていくかですね。そして液体金属、変わらない安定したこの3人。液体金属さんは一応サブチーム登録してるんですかね。あ、一応登録はしてるんですね。マグニハガーフェニー出る機会あるんですかねそれ。さあ実はね今回サブチームも登録制なんで、サブチームの読み合いが激しいことにはなってるんですよね。サブチームにあえてフェニックスを入れたりとかね。さあ空投げを通していくのは久保、ここはマグニを落としておきたい。どうなんでしょうか。スナップバックでフェニーを引っ張り出して、足重ねて出現攻め、カブトありがとうる。さあまずフェニーを片付ける。久保ゲージが溜まる前に殺せば何も怖いことはないと、しっかりしております久保。やってなさそうに見えてやりきっている。さあダンテ足がうまくドゥームの飛び道具を消してくれてますね。はい、では C 隊の方を見出します。メガネさん対ダイちゃんさん、メガネさん対ダイちゃんさん、ダイちゃんさんはいますね。メガネさんいらっしゃいますか。いますか。C 隊、一番こちらの台でお願いします。さあフェニーが落ちたとは。さあここはエクスファクターでしっかりカカン取っていく。 200% 連携くるか。あっと落としてしまう。しかしこのスピード捉えられるか。サイレントアサシン殺していく。さあ20割きたー。さあバイバイと。あっとしかし拾えない。さあどうだ。まだファクターを残している液体金属、まだわからない。さあ見てからどうなの。配信だわ。ディレイドうまく避けている。ゲージを吐かせた。これはうまい。さあ刺さってコンボミスらずきっちり決めていって、まず久保が1勝目。さあ注目の2試合目、今回はね、1試合目はうまくフェニーを落とすことができた久保ですが、開幕投げが入る。これチームエリアルあるからめんどくさいですよ。さあどうする。あっとしかしこれはチームエリアルを使ってこなかった。どうなの。さあもう一丁ワンモアと。これはまずバージルを落とすと。さあ先ほどとは打って変わって、まず一人先に落とすのは液体金属、そしてさらに出現攻め成功。今度はミスるが、さあゲージが4本。さあやはりローラちゃんではマグニきついと判断してダンテに生交代。さあ空投げ、ミサイルが降ってきてるがお構いなしと。さあワープを駆使して空投げ、強気強気。さあしかしこれは対応していた液体金属、さすがに3回目は通じないと。さすがの液体金属といったところか。さあモレキュラーで拾い直、あモレキュラーじゃない、ヒルンで拾い直して空投げで補正切っていく。さあこれはダンテも落ちて残るはローラちゃんただ一人。ここはアサシンバラしていく。さあしかし X ファクターでまずマグニを仕留める。そしてサイレントアサシン、バイバイバイと。まずドゥームを落として、ここからどうするの。投げで返して、これは液体金属落とす要素がないと。さあ液体金属も取り返す。いやー投げこすり強いゲームですからね、ほんと投げたもん勝ちっすよ。さあこれやっぱり一人目超重要ですね。久保のバージルにかける。さあここはバージルのリーチの長さを生かして決めていく。さあこれはどうする。フェニックスを引きずり出すのか、それともマグニを仕留めるのか。投げで返す。コンボを決めていく。さあ最大ダメージをきっちり取ってから、これはチームエリアル持っていくんでしょうかね。持ってった上でしたと。
まあ、チームエリアルじゃんけんだとかよく言いますけど、実際アイコがないじゃんけんですからね。仕掛ける側が一方的に有利ですからね。そしてこのドゥームのヘル、しかし小足こすってた。さあ死ななきゃどうということはない。バージル落ちる。さあこれは一気に雲が不利な体勢。さあローラちゃんでなんとかしたいが、相手はマグニ、おまけにヒドゥンミサイル付きですからね。さあトライダッシュからの中断、見えるわけがない。さあここはマグネティックテンペストで締めていく。残るはダンテただ一人、出現攻め。さらに X ファクター吐いて殺しにかかる。最後はスクイーズ。さあさあこれで勝ったのは液体金属。さあ液体さんあれですね、一試合目は落としますが仕上がってますね。やはり2試合選手となるとやはり液体さん強いですね。これじゃあ、じゃあ A 台の方を先にやっていきます。 A 台、